手島くわしから1922年9月23日は、日本の政治家、実業家、衆議院議員を一期務めた。岡崎藩士の服部平和の二男として生まれた。出生地は、三河国岡崎城閣内。明治維新後、服部家は、家禄奉還のため武家屋敷を離れ戸崎村に移り、農業を営んだ。第3番小学連尺学校卒業。 1882年、八丁味噌早川商店に入る。後、老番頭、手島源一の婿養子となった。多忙な業務の傍ら、剣道や漢学、語学を学び、読書は一日も欠かすことがなかったと言われている。1891年に支配人に抜擢され、その手腕を存分に振るった。1892年、いとこの親図要の勧めにより手島は、 区内省への味噌納入を開始。1901年12月28日、早川商店は区内省御用達を拝命するに至った。1904年11月、家督を相続した。1906年5月1日、岡崎町が三島村と乙美村の一部を編入した折、周囲の人々に押されて町会議員に初当選した。1908年、 ぬかた軍会議員に初当選。1910年、岡崎伝統株式会社の取締役に就任。実業界ではその他三河製粉社長、西尾鉄道監査役などを務めた。1915年9月、愛知県会議員選挙に立憲党志会から立候補し初当選した。1917年4月20日に行われた第13回衆議院議員総選挙の 県政会から立候補するも落選。同党は他に、竹富あたる、早川隆介、三浦一平らも擁立したが全員落選した。1920年5月10日に行われた第14回衆議院議員、総選挙から岡崎市は初めて独立した選挙区となった。手島は再び県政会から立候補。立県政友会から出た福岡誠一を破り、 岡崎市に基盤を持つ、初の衆議院議員として初当選を果たした。衆議院議員在職中の1922年9月23日、脳一血により死去。54歳没。1961年7月1日、岡崎市名誉市民に推挙される。ありがとうございます。